はい、いきなりグダグダな感じで始まりましたけどね。はい、バニラビーンズプロデュース会議。あとリトルクライングを2曲続けて見てもらいましたけれども、なんか、はい、見たことない人一人映ってましたね。そうですね、明らかにリサさんと違う人が一人映ってた。知り合いに知り合いに、ちょっとおいでよ、ちょっとおいでよ、そしたらこんなんですよ。ニコラのプロモーションビデオ見てもらいましたけど、なんかめっちゃブサイクですね。めっちゃブサイクでしたね。ブサイクなの？だってなんか目の上ピンクでしたよ。目の上ピンク？俺目の上銀だけど。レナのグルメリポートに挑戦。一人で入ったことないんですけど、ラーメン屋さん。一人でラーメン食べてるの見られたくないじゃないですか。恥ずかしくないですか？恥ずかしいの、一人でラーメン屋入るのって。時間が空いたらすぐデパート行っちゃいますからね。じゃあ1時間後にこの辺、はい、待ち合わせでね。はいはい、気をつけて。もう好きなだけ買ってきていいよっていう。結局ね、プロデュース会議皆さん来ていただきましたんで、はい、じゃあ最後は、はい、バニラビーンズの皆さんにラブ&ヘイトを歌って、締めていただきたいと思います。そうですね。じゃあその前にですね、私はけますんで、皆さん今日はどうもありがとうございました。